オフの日は君といたいな。警戒心が強くて逃げるのが早い人かな。それもちょっと違うかな。追いかけたいっていうより、少しずつ相手のことを知って距離を縮めていく過程を大事にしたいなって思います。そうですか。野生のインパラが懐いてくれたら嬉しいじゃないですか。遅くなっちゃってごめんね。待ってる間暇だったでしょ。そういえば君、途中で笑ってたよね。ほら、インパラの話の時。あれ嘘だから。今度主演するドラマの役のイメージで話しただけ。あの取材も番宣の一環だから。もちろん君だよ。って言ったらどうする？